イノシシの敷き詰め模様のポップアップカードを作ります。カードの裏にも立体カードにする手順が書いてありますが、この動画ではそれを実際に起こしているところを見てもらって理解してもらいたいと思います。まず立体カードの表側を見てください。表側には敷き詰め模様のイノシシがたくさんいますね。上から1段、2段、3段、4段で並んでいます。それぞれの段には1、2、3、4頭いますから、全部でイノシシが獅子16頭います。この中の5頭を除いて11頭が表側に飛び出すようになっています。完成したカードを見てください。どのように飛び出してくるのか、完成後の姿をイメージできると作業中に悩まなくて済みます。はい、一番上の段は先頭の茶色のイノシシ、3頭目の黄色のイノシシが飛び出していますね。今度は一番下を見てください。ここでは、先頭から2頭目から4頭目のイノシシが飛び出しています。この一番上の段と下の段だけを覚えておけばいいのです。では皆さんのお手元の平らなカードの裏を見てください。イノシシに数字が1から4まで振ってありますね。それがさっきの茶色と黄色のイノシシなんです。そして5と6は全体を起こしたり畳んだりする折り線です。今見ているのは裏側ですよ。ではやってみましょう。順番とはちょっと違うんですけれども、最初に5と6のところを2つに折るきっかけを少しだけ与えます。はい、それでは1のイノシシを表側に押し出します。はい、2も同様から下の段に移って、3も表側に押し出します。から4ですね。そうしましたら、5と6のところを直角になるまで、はい、折ります。はい、表を見てください。完成していますね。お好きなところに飾ってください。そして、しまうときは2つに折りたたむことができますので、コンパクトに、保管ができます。これで説明は終わりです。